スプリングをご覧の皆様、こんにちは、鈴木愛理です。今日は私が最近ときめいているものを3つ3種類紹介したいと思います。まずは1つ目、バーバリーのアウターです。じゃん、こちらのバーバリーのコートなんですけど、私6月に初めてロンドンに一人旅に行って、ちょうど週末だったので、蚤の市的なマーケットでイギリスのブランドなので、今日はバーバリーをと思って探していたら、あまり見かけない柄のラグランタイプのコートを見つけたので、今年の秋冬はこれをたくさん着たいなと思っています。嬉しい。まあ、サイズ感だったりとか袖の長さとかもちろん重視するんですけど、私本当に好きなものが偏っているので、家のクローゼットに何があったかなっていうのを一回考えてから買うようにはしてますが、もう日に日に特にジャケットが好きすぎて、秋の日数がもう少し伸ばしてほしい、ジャケットを着れる時期をもう少し伸ばしてほしいなっていつも切に願っております。いやー、でもなんか逆に今までってバーバリーとか着るとき、ちょっとこう20代の頃はちょっと気合を入れるというか、大事な時に着るっていうイメージだったんですけど、もう30歳になったので、こういうものをさらっと日常に組み込んでいけたら素敵だなと思って買ったので、何も考えずに今日はこれこの柄ぐらいの気持ちで着ていけたらいいなって思ってます。いやー嬉しい。これを紹介できる。2つ目は少し前に母から譲り受けたものも含まれているゴールドのアクセサリーシリーズです。じゃん。ちょっとすいません、すごい年季が入った入れ物になっちゃうんですけど、これは母がもう私より若いぐらいの時に持っていたルビーのネックレス。でもこれらはよくわからないけど、すごそうな一心の指輪で、これも母から譲り受けたもので、唯一このオニキスのリング、これとこれ、この2つは私が自分のお金で買ったゴールドなんですけど、ジジっていうブランドのゴールドで、これは私の初めての自分のお金で買ったゴールドアクセサリーで、ここに入っているこのシルバーのこれは、ちょっと母の譲り受けた指輪たちが若干私の指輪のサイズより大きいんですけど、なんか母が身につけてきたものっていう歴史を切りたくなくって、上から無理やりちっちゃいやつをつけて押さえつけて使っているので一緒に入れてます。はい。お正月に実家に帰ったタイミングで、そういえばなんかいろんなの出てきたけど、つける？え、愛ちゃんってゴールドアクセサリーとかつけるの？って言われて、え、つけたいつけたい、持ってない持ってないって言っていろいろ見せてもらったんですけど、ブランドのものとかではなくって、なんたら宝石店みたいなものがほとんどで、すごく母の生きた時代を感じるなと思います。そうです。でもこのネックレスは割と夏とかはここがすごい空いてる、服着る時とか割とつけることが多いんですけど、指輪とかはお守り的に、特にこのエメラルドのこの子は割と日替わりで洋服に合わせて母が守ってくれてるっていう気持ちで、どっちかを選んでつけるようにしています。ちょっとこれとこれは石が多すぎて怖くてなかなかつけられてないですまだ。はい、これが似合う大人になれたらなと思ってます。3つ目は香り物です。私は本当に昔から香りフェチで、身にまとう香りとか感じる香りにすごく敏感にアイテムを集めるようにしているんですけど、今日はお気に入りの最近身にまとっているアイテムを3つ持ってきました。まずは私が最近毎日玄関でつけている香水セットなんですけど、1つがイソップのマラケシュインテンスという香り、一緒に番組をやっている大石正義さんという方のラジオに代行 MC で行った時に、ラジオの音声をこう調節しているスタッフさんがめちゃくちゃいい匂いで、何使ってますかって聞いたらこれを使ってたので、そこからずっとこれを愛用しています。ロールオンタイプも持ってて、でこれがジェーシェントですかねっていう
あの日本にある香りだけをいっぱいコレクションした香水のブランドがあって、これは代官山のツタヤさんでたまにポップアップ出してるんですけど、それで見つけて、これは青い桃っていうちょっとこう売れる前の桃の香りなんですけど、これをここと手首とかだけにロールオンしてのこを振って感じるっていうのが私のテーマです、最近は。うん、なんかこっちはどちらかといったら赤ちゃんみたいな香りで、こう女性の甘い一番状態のいい時のなんか甘い香りがする気がしているので、これを仕込んで、こっちはどちらかというとお寺みたいな香りがするので、こっちで雰囲気をまとって馴染んでるっていう感じで、これは外出する時なんですけど、お家にいる時の最近のマストが、これファンの方にいただいたんですけど、じゃん、すごく不思議なアイテム、ルームフレグランスみたいなキャンドルで、ここがキャンドルの板になっていて、これが入れ物のガラスで、これが板でペロンって取れるんですけど、これは置いとくだけですごく香りがするキャンドルなんです。でこれ匂いがなくなってきたら、真鍮のヘラでこうやってカリ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 って巻き取って、また新しい匂い出すっていうアイテムで、なんて素敵なのと思って、インテリアとしても素敵だし、香りもすごくいい香りですし、あの火を焚くわけではないので煙たくもないし、フレグランスほどこう強くないので、自然とお部屋の中がハッピーな香りになるので、今はこれはすごく大事に使っています。そうですね、でも一番最初に愛用香水をこれにしようってなった瞬間めっちゃ覚えてて、中学生の時に廊下ですれ違った名前も顔も知らない先輩がめっちゃいい匂いして、で振り返って追っかけて、何の香水使ってますかって聞いたやつを未だにもう一個持って使ってる、ライブの時は必ずそれを使ってるんですけどっていうのがあって、そこから私、あ、すごい匂いに反応するんだって気づいて、でその後はなんかこう、例えば全然初めて行く場所とかに行っても、あ、小学校の時の通学路の香りだとか、あ、どこどこの稽古場と同じ匂いだとかって思って、あ、すごく私香りで記憶をしているところがあるんだなっていうのがあるので、逆に言うと身近に同じ香りの方が友達とかにいると、その人の香りって思いたいので、どんなにいい香りと思っても真似しないようにしてます。なんか混ざっちゃうと慣れちゃってときめきがなくなるので、あの子の香りはあの子の香りっていう風に分けるようにするっていうのがこだわりです。そうですね、でもなんかあの割と香りって本当にあのどう頑張っても好みって変わらないじゃないですか。なので香りの相性が自分とこう好みが合う人がいいなとは思うんですけど、でも香水みたいな感じよりは清潔感のある香りだったりとか、お香とかも好きですし、こういうイソップとかのシリーズはいい香りがたくさんあるので、そういう、こう自然なハーブだったりとか、そういう香りをまとってる方はなんかセンスあるなって思います。ということで、私が最近ときめいているもの3選ご紹介しました。いかがだったでしょうか。私物紹介久しぶりだったんですが、どこのですかって聞かれるアイテムたちばっかりだったので、ご紹介できてよかったです。ぜひ皆さんも日常にときめきを探してください。ミテでした。